そうかい。痛。あれでも痛みは感じない。人間に命令されたら黙って従え。いいな。邪魔するなよ。次はただじゃ済まねえぞ。なんて野蛮なんだ。立ち上がる。あ、でもそこって急所なのか。私の電源入ってるし。サイバーライフがデトロイト市警にプロトタイプのアンドロイド刑事を提供したとの情報が入りました。警察をサポートするアンドロイドは数年前から導入されています。なんでこんなドーナツ。本当に置いてるのかな。アンドロイドに与えられたのは今回が初めてのケースになるかもしれません。なるほど、私のことがニュースでやってる。この件に関してサイバーライフに取材を申し込んでみましたが、回答は得られませんでした。人工知能が執筆した初の書籍がつい先日発売開始となり、非常に大きな成功を収めているとのことです。人類は哺乳類羊の夢を見るかはベストセラーのトップに上り詰めました。加えて批評家たちは第一作らしからぬその深い思想と独創性を称賛しています。サイバーライフが設計したボルテールと呼ばれる AI はソーシャルネットワークでの話題のトピックを何ヶ月にもわたり分析した後、複合アルゴリズムで小説の構想を生成するそうです。専門家の分析によると、人間の作家がこれらのアルゴリズムに対抗するのは極めて困難で、おそらく今後出版される本の多くは人工知能による作品になるだろうとされています。それはちょっと、それで肩身狭くなっちゃうよね。その道のプロでやってた人は。なるほどな。この人たちは何かやってしまった人なんだろうか。これは指紋認証でなんか書いてる。なんだ、騒がしいぞ。あ、おい、はい。何見てんだよ。ダメなの？文句あんのか？ないよ。なんでアンドロイドってだけでそんなこと。仲良くしようじゃないか。入る。OBS ルーム。なにこれ、事情聴取する場所か。 OBS ルームっていうのか。ここは先日私がやらかしてしまったところ。なるほど、レストルームはトイレか。ちょっと見てみようか、トイレ。アンドロイドがトイレに行ったらなんか変な目で見られちゃうかな。見る見る。綺麗だね。ロボット子育て三原則、楽な上に家族みんながハッピーに。うん、ロボット子育て三原則、家族を購入することに誰もが、カスタマイズ可能で LED もついておらず、空腹も感じず、育児費もかからず、新しい服を買う必要もなく、言うまでもなく、
臭いおしめを捨てる必要もない。あー、なるほどね。ば、ワンクリックで完璧な子供が手に入るのだ。完璧な子供なんて欲しい？ボタン一つであらゆるわがままをストップできる。キャリア重視のカップルや不妊に悩むカップルや子供が巣立って優しいカップルにうってつけのストレスフリーの解決策だ。37.3% の失業率を考えれば毎年27年間続く支払いに比べて7500ドルで子供が手に入り、反抗期や大学進学費用の心配もしなくていいとはまさに賢い投資だ。一生所有し続ける必要もない。まあ確かに人件費っていうのがないからか。さらに子供を持つ家庭が減ってしまうでしょう。確かに。いいこともあるけど、とっても恐ろしいことだよね。次。イワノフ思想に反発。間違えちゃった。こっちこっち。あれ？こっち。で、こっち。まあ、でも軍とかもね、こうやって作っちゃうのちょっと怖いよね。機械同士で戦争ってターミネーターみたいになっちゃう。あとは、あ、ハンク戻ってきてる。ちょっと待ってね。一回ちょっと話してみよう。新しいコナーについて理解を示す合理的な態度。理解を示す。私の存在があなたを不快な気分にさせているのは心得ています、うん、それについては申し訳なく思っているんですよ。パートナーですよ。パートナーになったことですし、仲良くしませんか？デスク、どこかに使ってもいいデスクはありますか？そこなら空いてるぞ。あ、やっぱり名前なかったところ気になってたんです。しょうがないか。ここだよね、座る。ちゃんと話は聞いてくれてるんだけどね。機嫌悪そう。犬、バスケットボール、音楽、アンドロイド器量の理由。まだそこには踏み込めないから。ワンちゃんの話題とかどうかな。気がつくぐらいだから相当仲良しなんだと思う。でしょ。なんで知ってる？あ、食いついた。犬の毛が椅子に。犬は好きです。私も。犬の名前は関係ないだろ。あー、まだちょっと早かったか。相撲だ。え？相撲って呼んでる。相撲？いい名前だね。相撲、大相撲？バスケットボール、音楽。音楽もさ、ヘビメタ聞いてたでしょ。趣味から。ナイト・オブ・ザ・ブラック・デスがお好きなんですね。ナイト・オブ・ザ・リビング・ザ・デッド？私も好きです。とても、こう、エネルギッシュで。お前、ヘビメタ聞くのか？まあ、音楽自体それほど聞きませんけれど、興味はあります。お、もうちょっとびっくりしてる。じゃあここら辺でバスケットボールについて言ってみよう。デトロイトギアーズのファンですか？昨日はカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか？お前がバーに現れるまで見てたんだがな。失礼しました。ああ。ファウダー K
警部、出勤時間、捜査を始める前にもう少し仲良くなりたいの。私、ファウラー警部について。ファウラー警部とは長いんですか？ああ、嫌になるほどな。出勤時間、いつもお昼に来るのは珍しいって言ってたよね。あなたはいつもこのくらいの時間に出勤されるんですか？俺は好きな時に出勤する。いちいち余計なお世話なんだよ。ああ、ごめん、ちょっと詮索しすぎか。でもさ、聞きたいんだよね、アンドロイド嫌いの理由言ってくれるかな。聞いちゃおう。アンドロイドの存在を嫌がる人は大勢います。あなたには何か私を嫌う特別な理由があるんですか？ああ、一つあるな。何？しつこすぎた？ああ、好感度下がってる気がする。ちょっとしつこすぎたね、ごめんね。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。全部聞きたくなってしまう。アクセスする。わ、すごい。事件ファイル、失踪中、ゴードン・ロペス、アンダーソン警部補担当、未解決、アンドロイドの関与あり、被害者はいつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家に押し入りの形跡はなし。アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。暴行、チャールズ・ベル、未解決、アンドロイド、その手を噛むぞ。チェーン店ファーストコニードッグでウェイターとして働く、おそろいでたとし過ごしている。被害者によると、アンドロイドは現場から逃亡する前に突然被害者を突き飛ばし首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走中。攻撃的な人は攻撃的になっちゃうんだね。制御が効かなくなっちゃうのか。未解決事件、被害者が所有していて襲われた。アンドロイドは逃亡前に複数の部屋を荒らしている。なんでだろう。失踪、フロイド・ミルツ、被害者であるエデンクラブのマネージャーは精神用アンドロイド、失踪通報。アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪したものとみられる。ファイルをスキャン。243件。そんなに？1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり、急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。なるほど。そこから暴動が起き始めてるって。なんかそれに関係がありそうだよね。ハンクさんがアンドロイドを殺してるの。率直な意見を伝えてくれるの。プロとしての態度でしょう。あなたがこの捜査を担当したくないのもわかります。ですがあなたもプロでしょう。はい、いいから黙ってろ。自然とした態度でいきましょう。私の任務は事件の解決です。そうです。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありません。いいか、てめえ、俺の好きにできるんならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。怒らせちゃった。現場はレインデールのようですね。ああ、わかった。なんて言ったらよかったんだろう。好感度下がりっぱなし。仲良くしたかったんだけどな、本当の相棒。
いやー難しいね。どうやったら仲良くなれたんだろう。ローディング。さあどこの世界線に行くんだろう。このさ主人公たちはまた雷鳴の繋がりから恐怖よ、私に服従しなさい。雷鳴学シドリバットン。行きましょう。行動開始。クリから。雷鳴学。シドリ、バットン。自分の運命と向き合うと決めました。絶滅している動物園は幅広い年齢層向けであるとし、若い世代にこの脆い環境を守る重要性を伝え学ばせるという特別なミッションになっていると述べた。動物園の登場で現存する動物の絶滅に対する関心が損なわれているのではないかと訴える環境保護主義者もいるが、各国の力で絶滅種が再生されたことを言わずにはいられない。出撃順、ジュラシックパークの1のやつみたい。絶滅したものをまたちょっと遺伝子から細胞を採取してジュラシックパークを作った。伝染雷鳴の敵物よりもリアルだと断言して、人間の近くの主人公にぴったりの人間のことによるとアレンジャーカイエントパーク恐怖に見えた。私に服従しなさい。カイエンでしたら失礼。雷鳴が雷電のこと早く。アンドロイドの使用が高く感じられている。国としての力が止まっていない。そういう国があるのもすごいリアルだな。
行きましょう。私に服従しなさい。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。ハサミあるかな。見る。掴む。切る。そんなとこから切っちゃうの？ちょっと怖いな。髪の毛生えてくるのかな。伝染雷鳴の時。回復ラン。せっ。行きましょう。でもすっごい弱ってるよ。せっ。せっ。せっ。雷鳴の。せっ。せっ。吠えなさい。クリから。頭に従うようにした。私に服従しなさい。もう止められないんだから。
雷鳴学。シドリバトン。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。絶対に気に入ってくれるはずだ。ラルフは一番大きいのを取ってきてやったんだからな。ほらとってもジューシーだぞ、ね、ジューシーだ。困ったぞ、嘘とりあえずついちゃったんだけど。さあほらとってもジューシーはいいんだけど、あのね、お腹すいた。皆の者、出陣よ。重視なさ。ここで揉み合ってました。もともとはね、雷鳴学だったし、なんなら今だったらじゃないし、喜ばせようとしてね。シドリバトン。ダウン。
残り早く。吠えなさい、クリから。私に服従しなさい。雷鳴が。
えなさい、クリカラ。雷鳴学。ストレスの原因を見つけろ。だけど2階にしか本を調べられるところがないんだけどな。何してんだ。伝染雷鳴の時行動開始。強風よ、私に服従しなさい。行きましょう。行動開始。雷鳴が。強風よ、私に服従しなさい。雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。もうちょっと進んでみたらあるかな。次のグラフィティを見つける下かな。
アンディとシンボルさん、天気も世の情勢もアンドロイドのことかな。礼には及ばないわ。簡単に捨てて欲しくない。あなたを守ることが副領としての責務だから。あった。これ分解して中身を調べてたの。そしてもう一つはどこだ。あった、シンボル。見っけ。景色に見えるんだけど、有刺鉄線のように有刺鉄線というかフェンス。どっちかな。 あっちのような感じかな。あ、ちょっと待って、赤になっちゃった。せっかくのお休みだし、よと一緒にお出かけしない？四角さん。